愛新架羅広司は、共振脳駅券の実施始めたからの子。駅券が死んだ時、着手の最長は父に先立って没していたため、孫の広司が1898年に、共振脳の爵位を継いだ。広司は、禁止喪失の広司の世代であり、高所邸の後継者候補の一人と目されたために、1908年に、不義が即位し、厚心労。 はじめが韓国接生王となり、政権を担当した厚志新能体制下では礼遇され、官職は禁煙大臣を務めたのみであった。新外革命が勃発し、遠政外が戦闘艇大意を迫ると、午前会議において祝新能前期と共に大意反対を主張した。大意が避けられなく、情勢になると、広志はドイツの援助を求め、神道に、 祝神のお前期は日本の援助を求め、旅順にわたり復壁運動を行った。1922年に陳騰が日本の占領から中国に返還されると大連に移住し保守が裏に屋敷を建てた。1931年に満州事変が勃発すると日本の大陸老人らに担ぎ上げられて市民理事会の会長に押され、 皇天の祖先の領母で祭祀を行い、新朝副壁運動を行ったが、関東軍は不義を担ぎ上げる方針に決定したため、広志依らの運動は中止させられた。満州国においては役職に就かなかったが、不義の命で新朝の祖先の領母の祭祀などを行うことがあった。1936年1月不義に謁見するために、訪れていた長春で死去した。 送りなあけんありがとうございます。